ちゃ、てかこの手のタイプにメイクしたことあります？ちょっと、まつげが引っ張られてるんだから里見てる、シーンゴジラってる。ジェンダーレスエイジレス、体ボンレス、ブラリオサ男です。わいざいまーということで、何やら端に寄ってますよね。ということは今回コラボ動画となっております。はい、ゲームオーブ、少し楽しみにしてました。いろいろ学びたいなと思っております。今回のゲスト、キヌちゃんです。どうぞこんにちは。あ、キヌちゃんどうも。お願いします。いろいろと見させていただいてるんです、はい、いや私もわしを、はい、そんなことあんの？面白くて知り返しよくご存知で東郷山ですいろんな動画見て、韓国系のとかあるじゃないですか、はい、でわし結構 K-POP とかすごく好きで、もちろん向こうのメイクとかにもすごく興味があったりしてるんで、そうなるとやっぱキヌちゃんかなと思って。そうですね、自分で言っちゃう、自分で言っちゃう。そうですね、私ですね。そうなるとそういう意味じゃ、わしの合うメイクみたいなのを、今のわしのこの感じが果たして正しいのか、それとも間違ってるのか、あれもキヌちゃんの手にかかるとより可愛いになるのか、もっと可愛いになります。まことに、うん、まことに。どんな感じがいいとかありますか？もうちょっとナチュラルなグラリオサ男ちゃんを見たいです。私はナチュラル大丈夫かな。見たいと思います。ナチュラルを、はい、まだかつて見たことない、うん、系の。あ、確かにこのチャンネルではやっぱりこういったド派手系なメイク、ないしはドスッピーみたいな両極端だからいわゆるナチュラルメイクっていうのはしたことない。ナチュラルメイクだとやりやすいもんね、うんうんうん、みんなそれ真似して学校ないしは職場に行けるという、あるいは引きこもれるという、うん、ちょっとキヌちゃんにメイクをしてもらいたいと思います。はいはい、ということでメイク落としてまいりました、はい、この状態可愛いにできるんですか？ちょっと今のままだと不安かもしれないですけど、うん、そうよね、この状態はちょっとね大家族のおかん感あるもんね。そうですね、うん、おきにちゃんにしっかりナチュラルメイクをしてもらって、はい、可愛いにしてもらえたらなと思います、はい、いつもベースメイク、うん、何使ってます？ベースメイク？ベースメイクやられてますクリニックのファッションファンで、ファッションファンですね、はい、いいものを。あら、ありがとうございます。インナマッスル、インナマッスル、家柄が良いもので。あ、てかこの手のタイプにメイクしたことありますないです。ないよね、はい、初だよね、はい、はい、失礼します。そうよね、ないわよね相当な面積の広さでしたえ、でもすごいツヤツヤ。あ、そう、弾力がある。あ、それ確かにあるよ、うん、相当もう皮下の方にはどんな脂肪詰まってますね。韓国風メイクとかって、うん、最近はやっぱり十人十色といいますか、おお、いろんなパターンに分かれ始めて、はい、アイズワンっていうグループじゃない、宮脇さくらちゃんとか、はい、HKT の頃とかはそれこそナチュラルメイクな感じだったけど、こんなに変わるんだなみたいな。私も元から東方神起だった。あ、どう？そこからじゃあメイクの方にも興味が出て。そうですね、うん、じゃあメイクさんになろうとかっていう風にはならなかったんだ。最初は私大食いだったんですよ。あ、そう、そこから始まってんだ、はい、なぜじゃ あの YouTube やろうってなったの？好きだったんですよね、発明のそれこそ動画上げてって、はいはいはい、思い切らないとできないじゃない。始めたのが2年生の専門学校の2年目の時で、うんうん、就活をするんだったら、うん、YouTube をやってもいいよっていうふうにお母さんに言われて、え、お母さんの許しやっぱ若いわねで、就活をして、春に内定をいただいて、おお、すごいじゃない。働くまでにどのぐらい登録者数が増えるかで、どっちの道に進むか決めようっていう。すごい決断ね。はい。それで見事って感じ？そうですね。おお。顔ちっちゃくしますね。助かります。シェービングです。企業さんの方じゃなくて。それはシェービングです。シェービングね。シェービングです。シェービング。リ。リ。シェービングって言うんだ。リ。リ。リ。シェービングっていうの？初耳。削るんだ、デーモン閣下みたいなこと？そうです、そうです。あの、わしに似てる人が、やや嵐っていう、はいはい、グループを組んでたらしくて、はい、その塚地ってやつは、はい、松潤のポジション、塚潤っていう、その時の思いっきり髪入れて、入れてました、うん、ほぼ黒だったよ、ほぼ黒で削ってたから眉毛、そ
相当太いわよ。そうですよね、うん、眉マスカラで存在を薄くしていきたい。おお、相当剛毛でしょ。すごくしっかりとした毛、すごく進化してる。今はどういう作業をしてるんですか。今は眉毛の色を変えてます。おお、こっちの眉毛が茶色になりました。これ全然違う、こっちはこれでこっちは茶色。はい、では鼻を高く細く。ありがたい。鼻がね、やっぱ高くなりたいわよ。でも鼻綺麗ですね。でも穴は丸見えでしょ。まあ、そうですね。結構がっつりがっつりなってる。自分でメイクするってなったらさ、はい、何分ぐらいかかるの。私多分遅い方ですね。すっぴんと全然違うってよく言われる。メイク前が地味だから、参考にしやすいとか、いいことですね。いいことよ、それで一番参考にしてもらえるなら。はい、ベースがほとんど完成してきました。したらアイメイクに行きたいと思います。で、上まぶたに色を入れるっていうより、結構下まぶたに色を入れることが多くて。いいなと思っている異性と会う時とかってメイク変えるの。その人の好みとかが分かれば、その人の好みに近づけたりはしますけど。ケイちゃん染まろうとするタイプだ。うわ、尽くす。男ちゃんはどうなんですか。私はもう何も染まらないタイプですか。わしなりのまま好きになってもらえたらみたいなことになってるから、まあ出会わない。何より尽くせる人が一番モテそうじゃない。つまらないんでしょうね。ちなみにどういう人がタイプ。優しくて面白い人が好きです。長く一緒にいたいんで。あ、キヌちゃん全貌がこの短時間で見えてきたわね。ちょっと依存しちゃうタイプ。あ、そうかもしれない。男さんいかがですか。優しさを見せた時に、こいつ優しいって思われようとしてるって言われるのが恥ずかしくてできない。椅子を引いてあげるとか、はい、こいつ椅子を引くことによってポイントをいただこうとしてるみたいなふうに思われたりなんだから。いや、ありがとうってなりません。なんかよく言うじゃない、頭ポンポンってされるの、もうこんなのじゃん、もうポンポンしんどいちょっと言われた。それから、あの、涙袋を書いていきます。話聞いてた。はい、聞いてた。すごい急に変わる。ちょっと明るい色をのせて、これでもう椅子引けます。涙袋できましたよね。かわいいです。さっきの化粧を見たときに、あ、涙袋がないと思ったんです。はぁ、大事なんだ。若者たちはやっぱり涙袋書くの相当困ってんじゃない。これがその二重の影を濃くしたり涙袋を描いたりするための商品なんですよ。なんで涙袋があるといいの。目の縦幅が出て目がちょっと大きく見えるんですよね。よくさ、おじいちゃんとかすごい涙袋あるじゃない。はい、確かにおじいちゃん可愛い。可愛いですよね。開けてもらっていいですか。いつもビューラーしてますよね。いつもビューラーしてないんですよ。できますか。できるってどういうことです。結構な先端恐怖症なの。コンタクトも入れれないの。わし斜め下向いてるもんね。ちょっと待って。で、その方が美しくなるんだよね。いや、コンタクトが本当典型例で全く。だから入れれないの、コンタクト。避けないでください。いや、そのつもりなんだけどさ、やっぱね、目薬すらもこうしてそのより奥を見てこの垂れてくるのを感じないようにして知らん間に入ってるっていうのが理想なの。斜めにして、こっちの。今のところ大丈夫。見事行かないで、本当に。ちょっと、掴んだ状態で笑うのやめてよ。まつげが引っ張られてんだから。もう、ほう、まぶたひっくり返るみたいなの嫌だからね。いや、ちょっと、頼むよ、本当に。はい。ほう。OK です。ほう。そしたら、私、まつげが一番結構力入れてて。まつげが伸びてると、結構目がパッチリ見えるんですよね。まずマスカラ下地っていうものを塗ります。ほう、普通のまつげを上げた状態のところにマスカラ下地を塗ります。塗る。その後にマスカラを塗ります。 でもめっちゃ瞳の色が色素薄くて綺麗です。あ、そう、はい、そんなの一回も言われたことないわ。真っ黒だと思ってた。薄いの。はい。へえ。はい、マスカラが終わりました。ほう。そしたら、軽くアイラインを引いて、はい、
つも結構ピンって上がってますよね。攻めめのメイクが基本。目開けたままにしてて。質問に答えてる途中だったんだけどね。真剣になっちゃった。真剣になっちゃうね、はい、それね。男さん、うんうん、二重が綺麗だから、うん、ナチュラルなメイクが似合う。このくっきりした二重をプレゼントすることによって代わりに鼻の穴を押さえたんだけど、やっぱこう対価を払ったんでしょうね。どこ行った？違う。全然何にも音沙汰ない時間があったから、どっか行ったのかと思った。でも動物じゃないんだけどさ。言うこと聞きなさいぐらいの。一度投げかけてくんない？ちょっとこう動かしますねとか。勝手にこうされたらさ。ちょっとゆっくり動かして。あ、ありがとうございます。そしたら目尻、うん、ブラウンのアイシャドウ、垂れ目っぽくなったり丸目っぽくなったり。いつもチークどんな感じで塗ってますか？そんな感じよ、そんな感じ。あ、こんな感じですか？かわいい感じのメイクにするときは、うん、この辺に入れると、うん、入ってるもんね。はい。外側だとどうなるの？大人っぽかったりとか。チークの場所によっても、そうなんだ。ハイライトを入れます。ハイライト。鼻を高く見せたりとか、うん、顔を明るく見せたりとか、したいしたい両方。最後リップです。何色のリップが好きですか？だから私的にはそのピンクと紫っていうのがイメージカラーなの、うんうんうん、明るめの赤でいきたいと思います。参考にしてくれないわけですやっぱりあのいつもと変えていきたいって。なるほど、よくぞ聞いてくれたね。全く別の色になっちゃってるけど、内側を濃いめにして、上唇の山をなくすようにこうオーバー目に塗ると可愛らしい顔。たまにさ、サザエさんがさ、口の真ん中にだけ紅つけてそんな日ありますか？そんな日あんのよ、サザエさんのメイクってさ。そうなんですね。まっすぐの口ある、この真ん中だけこう塗ってんの。そこ狙いなのかな、山消し感じです。あと最後に、うん、シェーディング、うん、とかノーズシャドウで、うん、この茶色い色をこの鼻の下に入れると、茶色この感覚が狭く見える。なるほど、鼻の下が長いと確かにだらしなく見えちゃうもんね。あと唇の下にもちょっと入れると、OK です。完成しました。あ、そう、はい、う、自分じゃ何にも分かんないからね。いつも通りの風に思ってるけど変わってんだ。いきますよ、はい、せーの、ドン。あ、でも確かにすごくテンション上がるメイクかもね。本当ですか？あの、可愛らしいっていう意味合いはわかる。唇とかめっちゃ可愛くないですか？これ確かに、さとみってる。さとみってますよね。さとみってる。シン・ゴジラってる。ゴジラは、あ、ゴジラはって言うじゃない？石原さとみって。一旦、向こうの発音で間違えちゃってみたいなのがシン・ゴジラの石原さとみでしょ。あの感じ、出てるかも、口目に。なんか、厚みあるから、コンプなわけ。コンプレックスが。薄くしようとしてたりとか、うん、学生時代とかもこうしたりしてたの、授業中とか。顔の余白が減るってことになるか。そうか、考えられてんだね、うん、計算し尽くした上でのメイクなんだね。ここに茶色入れたりとか、うん、やるわねいや、これは参考になるわ。使い分けてもいけるっていうか、うん、いつものちょっと攻めめのとこっちのっていうの、あれ今日何ってなるわけでしょ、うん、言われ待ちしてんでしょ、基本的に女性は。うわ、なんかこれ多分本当男友達のみんなも勉強になったと思うし、その過程を説明してくれてる、これできるもんね、みんな。というわけで、アイガッタ講座インナーマッスル O2 カーレースサマーデイズ、バイザイマーすいません、ちょっと思い出してしまいました。え、私いつも目の下にラメを入れてるんですよ。ほう、グリッターなんですけど、うん、粒が大きいんですよ、ラメの。つけ方がさ、もうちょっとハンダゴテつけてるからさこんな感じでつけたらキラキラしてんね。そうなんですよ。これで完成ってことですね、はい、じゃあ改めて、はい、ありがとうございます。インナーマッスル O2 カーレースサマーデイズバイザイマー。